ブンブン、ハロー YouTube。 どうも、ともきん TV のともきんです。もう夜10時なんですけども、今日いつもね、お世話になってるコンビニでね、いいのを見つけたんですよ、自分の中で。こちらです。ティッティリー、麦とオリーブのねえ鶏そば、いいと思いません？これを今からね、あ、お湯沸かしてねえよ、食べたいと思います。お湯沸かしてねえし、まだポット買えないんですよ。なかなかね、家電を見に行くというお時間がないんでございます。これ美味しいのかな。麦とオリーブっていうやつ初めてね見かけて、あ、でも日清さんから出てんだ、日清食品から。プシュー言ってんじゃねえよ、何のゲップシュー言ってんだお前は。蒸気機関車か。あ、麦とオリーブっていうお店があるんだ。へえ。初めて知った。へえ。あ、本当だ。うわわ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 。すごいですね。中に書いてあったのが、イタリアンのシェフから転身した店主が作るラーメンだそうです。食材の産地にまでこだわった奥深い味わいです。鶏そばって書いてありますね。見た目も新しいラーメンだそうです。男女問わず支持されているらしいですね。うるせえな、ムシ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 。多数メディアにも、取り上げられてる人気のお店らしいです。ぜひ行ってみたいですね。具材すごい綺麗なんですよ。麦となんか色物入ってるんですよね。ほら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 、あれ、アングルが合わねえな。ほら、茶色いのが麦だかもですね。はい。で、ちゃんとね、ちゃんと、なんて言うんですか。鶏肉もね、うるせえな、ムシ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 。鶏肉もちゃんとしっかりこうやって、ね、ちゃんとなってるんですよ。ね。ケチケチした、あの、鶏肉じゃないですね。いいですね。ほら、見て、右手、ほら、麦とオリーブね、書いてあって、特製のね、タレって書いてあるんですよ。いいですよね。いやいやいや、初めてこれ食べるよ。でもお店行って食べたいな、こういうの。こういう人気店だからお店行って食べたいですよね。でもそういうお店って車椅子だと入れないですよね。もういいかな、よいしょ。やだな、また熱い思いしたくない。よっ、ポットがほんと欲しい、ポットがほんと欲しい。少なめでいいかな。あ、このぐらいでちょうどいいや。
あちゃ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 、こぼしてるし。よいしょっと、こぼしてた。よいしょ、こぼしてたよ。よいしょ、こぼしちゃいけないよ。よいしょっと、よいしょ。これでタレを持って箸を持って電気消します。よいしょ、カメラを、カメラを持って、これも落とさないように持って、よいしょ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 、はあ、はあ、よいしょ、バッチーン、ガッシャーン、ピッテリー。さあ、お待ちかねの私の時間がやってまいりました。ドゥン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 、楽しみだなこれ、楽しみだなこれ、うわ楽しみ、楽しみだなこれ、ワクワクでございます、ワクワクですよ。カメラが安定しねえこの野郎、ダメじゃないのブレちゃ、もう、あ、いい匂いしてきたのに、こら匂いは、匂いがいい匂いしてきたのに、よいしょ、カメラいいかな、合ってるかな、よいしょ、もういいかな、5分とか3分、5分なのね、あでもいいんじゃない、もうもうなんかいい具合に、いい具合に出来上がっております、いい具合に。ああ、特製だれ入れる前にいい匂いしてる、本当に、いや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 、これ脱ごう、よいしょよいしょ、はあ、いや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 、よっこらしちゃった、はい、ああお腹空いてきた。今日もねお散歩でね、みたらし団子とボスもね、特保のあのコーヒーいつも飲んどるんでね、特保のボスブラックはあれはよく飲んでるんでね、あとジョージアのブラックとかね、おおいいね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 、あーお腹がぐるぐるいっとります、ぐるぐるグーでございますね、あーいい匂い、あーではいただき、まあ混ぜよう、そうだね、あーいい、あいいね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 、うわー見て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 この麺、うわあ、いい、いいよこれ、いいよ、あ、いいね。じゃあスープからいただきたいと思います。一口目。お、あっさりしてて美味しい。今までに飲んだことないこのスープ、この味わいいいな、あ美味しい、あいいなこれ、うん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 、すごい美味しい、なんだこれ、さっきの暴走族こっちに来ましたね、いやいやいやこれ美味しいな、いやいやいや美味しいなこれ、うん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 、
これもうちょっと値段上げてもいいんじゃないかな。うん、レベルが違うね。初めて食べたよこんな美味しいの。うん、全然違う、すごい美味しい。うん、マイルドでいいねこれ、美味しい。これ女性の方いいと思いますよ。なんか女性の方が好きそうな味ですね、この鶏そばっていう。うん、美味しい。女性の方多分好きそうだなこの味。うん、美味しいなあ。一口二口食べてごらんな、もうたまんない。だって美味しい以外に表現する言葉がないんですよね。もう美味しい。なんだろうな。なんて凝った。うん。うん、これはいいぞ。ムムムって感じですよ。うん、おいしい。わあ、おいしいなこれ。そうね。うん、たまんね。美味しいな。赤いきつねも良かったんですけれども、本当はね、赤いきつねも良かったんですよ。買おうか迷ったんですよ。それとあとペヤングのソース焼きそばのあのビッグ超大盛りってやつ、あれを買おうか迷ったんですよ。だけれども、この麦オリーブっていうのはね、ちょっと麦体にいいじゃんと思って、オリーブオリーブをオリーブオリーブ自体を僕あの使ったことがないし、でそばって書いてあったんでいいかなと思って、しかも特製って書いてあるんですよね。だから見た目も美味しそうだったので、見た目じゃ判断できないじゃないですか。で今実際に食べてスープ飲んで見たら、あらまあでございますよ。うん、これもうちょっと本当ね、あと10円か20円あげてもいいんじゃない。日清さんもうちょっとあげてもいいと思いますよ。これ10円か20円。うん、もうちょっとね、本当値段が上がっててもいいかな。あ、それじゃああれか、お客さんが買わないか、高いとかって買わないか。
でも女性の方これいいよ。だって女性にも、うん、人気そうだし、体に麦はいいし、でオリーブもいいし、もうトリプルでも、トリプル？トリプルじゃねえな、ダブルで、あの女性の方が好きそうなお味でございます。そして私も大好きになっちゃいました。これまた買っちゃおうかな。また買っちゃおうかな。これ大量ゲットしようかな。これうん、スープだけになっちゃった。うん。美味しいなこれやっぱり。もう最後の最後まで美味しいよ。もうたまんないなこれ。うん。人気店って書いてあったもんな。うん。あ、濃厚鶏醤油だって。確かに濃厚で美味しいよ。それにオリーブがマッチングしてて美味しい。うん、スープ全部飲み干しちゃった。美味しいなこれ。うわうわうわ、うんうんうん、ごちそうさまでした。美味しいなこれ。これこっち置いといて、見かけた方はぜひぜひ買ってみてはいかがでしょうか。男性の方でも美味しいって言えるはずです。特に特にですよ、女性の方は大好きな味だと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンなどしていただけたらありがたいです。ありがとうございました。